本当に行くの？ああ、一年中花が咲いているところだぞ。見てみたくないか？今からそれを確かめに行くんだ。これは探検なんだぞ。父さんにバレたらきっとすごく怒られるよ。裏山へは危ないから行くなっていつも言われてるのに。親父の言うことなんて信じられるもんか。俺はもう11歳なんだ。行きたいところへ行くさ。あ、ねえ、シェリアは？誘わなくていいの？あいつは今回の探検からは外す。え、なんで？あいつの体じゃ探検はしんどいだろ。それにヒューバートっていう足手まといがもういるからな。な、そんな言い方ひどいよ兄さん。さあ、早く出発しようぜ。ワクワクするな。そこの湧き水飲んでいいぞ。僕、喉なんて渇いてないよ。いいから、いいから。この湧き水はだな、すっごく元気になるって有名なんだ。さ、飲んだ飲んだ。うん。かぁ、兄さんの言った通りだ。あれ、でも裏山に来るのって兄さんも初めてじゃ。へぇ、フレデリックが言ってたのって本当だったのか。それじゃあ俺も。もう僕で実験したな。女の子？
してこんなところで寝てるんだよ。うわっ！